ヒップホップバーチャルマシンは実行時コンパイラ方式で PHP 及び Hack といったプログラミング言語を実行する仮想機械型の処理系である。HHVM で実行する場合、PHP や Hack のコードはジ i t コンパイルの過程でまず中間言語のヒップホップバイトコードに変換され、さらに動的に X64 の機械語へとコンパイル。 最適化を行った上で実行される。これに対し、公式の PHP 実装である全のエンジンでは、PHP のコードを中間表現に変換した上で、中間表現をそのまま実行している。HHVM は、Facebook 社が開発しており、GitHub 上にあるソースコードは、PHP ライセンスと全度ライセンスのもと、公開されている。2018年9月12日、 フェイスブックの開発チームは PHP のサポートを段階的に終了することを発表し、同年9月18日には HHVM の PHP5 のサポートを終了すると同時に、以降はハックに注力し、PHP7 の新しい機能も積極的には実装しないことを発表した。HHVM はフェイスブック社で使われていた p h p を、 C に変換するタイプの処理系である HIPHOP4PHP の後継として開発された。HPHPC の運用を行う過程で、さらなるパフォーマンス向上が見込めなくなってきたこと、PHP の中でサポートできない機能があったこと、開発やデプロイに関わる時間、資源消費の問題など、各種の問題が発生してきた。HPHPC の運用で得られた経験をもとに、 それら問題点を解決することを目標として、2010年の頭頃には Facebook として PHP の JIT 仮想マシンを作ることを決定した。2013年の第一四半期には Facebook.com の字運用が HPHPC から HHVM へ切り替わった。JIT コンパイルの過程として HHVM では PHP や Hack のコードを HHBC と呼ばれるバイトコード型の中間言語へと変換する。HHBC は HHVM のために設計されたバイトコードであり、ご工程でジ i t コンパイラとインタープリタのどちらも使用できるようになっている。そして HHBC はバイトコードのレベルで最適化が行われ、X64 の機械後にその場でコンパイルされ、 CPU が直接実行する。このような実行過程は、ネットフレームワークでの共通言語ランタイムや Java の仮想マシンといった他の言語での仮想マシンとも共通する部分がある。HHVM では公式の PHP 5.4が含む機能を Create Function といった文字列をコードとして実行する機能までほぼ完全に実装したこと、時間のかかる。 バイナリビルドが不要となり、デプロイが簡単となること、開発用と本番用で、同じ処理系が使えることなど、HPHPC と比べて多くの利点がある。HHVM の公開に合わせて PH、PHP の新たな形態とも言える、Facebook 社が開発したハック言語も同時に動かせるようになっている。ハックは、動的片付けと静的片付けを合わせ持つ言語であり、 関数の引数や返り値、プロパティに型チェックを加えられる。なお、ハックでは PHP の一部機能に非対応となっている。ウェブサイトではユーザーはページ表示の速度に敏感であり、サーバの1秒の半分にも満たない遅れであっても、ユーザーエクスペリエンスに深刻な悪影響を及ぼし、サイトの効果を大きく損ねてしまうことが知られている。 実行環境としての HHVM を考えると、実行時の型情報を使うことで、事前コンパイル型より、スループトレイテンシの両面に優れたコードを出力し得るものとなっている。実際、2012年の第4四半期には、HHVM の性能は、事前コンパイル型の HPHPC に匹敵するようになり、2013年12月にはさらに15%、 高速化している。前述のようにもともとは PHP の実行環境として開発された HHVM だが Facebook は2018年9月 PHP のサポートを段階的に終了することを発表した。これは独自のプログラミング言語 Hack の登場、並びに Hack の構文を取り込み性能も改善された PHP7 の登場により、 PHP 側の状況が変化したためとみられる。PHP のサポートは HHVM3.30 までとされており、次期メジャーリリースの HHVM4.0 ではサポートは完全に廃止される。利用者にはハックか PHP7 または他の PHP 実行環境への移行が推奨された。翌2019年2月12日予定通り PHP サポートを終了した HHVM4.0 がリリースされた。ありがとうございます。